姿勢ガイドのコーナーです。今回は健康づくり課から大切な命のためにがん検診をお送りします。皆さんこんにちは。7月を迎え、いよいよ本格的な夏が近づいてきましたね。さて今回の姿勢ガイドでは、毎年7月から始まるがん検診についてご紹介したいと思います。今回お話を伺うのは健康づくり課の野田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて津市では毎年7月からがん検診が行われているということですが、まだがん検診を受けたことがないという人もたくさんいるそうですね。はい、がん検診を受けられていない理由として、忙しくて受ける時間がないとか、今は健康だから受けなくても大丈夫という人がいらっしゃいます。しかしがんは早期に発見し治療をすれば治る可能性も高くなります。津市第二次健康づくり計画では、がんの予防と早期発見に努めようを重点的な課題としています。がんを早期に発見するためには、がん検診を受けることが大切です。若いうちからがんなどの生活習慣病を予防することに関心を持ち、年に一度の健康チェックを行うことをぜひ習慣にしていただきたいと思います。そうですね。いくら忙しいからといっても、検診を受ける時間が全くないというわけではないですよね。はい、皆さんもぜひ検診を受けていただきたいと思います。では津市のがん検診の日程について詳しく教えていただけますか。はい、津市では医療機関で受ける個別検診と、保健センターなどの指定会場で受ける集団検診を行っています。さらに集団検診は、保健センターなどで実施する巡回検診と、津市の検診委託事業所で実施する施設検診があります。施設検診では土曜日、日曜日をはじめ、すべての曜日で検診を実施しています。実施期間は7月から来年3月までです。実施期間中に個別検診か集団検診のどちらかを選び受診してください。またお子様連れでの受診を希望される人は、保健センターや公民館などでの受診をお勧めします。検査中はスタッフが見守るなどの対応をしますので、申し込み時にお伝えください。わかりました。では次にがん検診の種類について教えてください。はい、がん検診には胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がんがあります。胃がん、肺がん、大腸がん検診は40歳以上の人が対象です。65歳以上の人については、結核検診か肺がん検診のどちらか一方を選んで受けることができます。子宮がん検診は20歳以上の女性が対象です。乳がん検診は30歳以上の女性が対象です。年齢によって超音波、エコー検査と X 線、マンモグラフィー検査のどちらかが受けられます。ただし61歳以上の女性は、前年度に津市の X 線、マンモグラフィー検査を受けていない人が対象となります。前立腺がん検診は55歳、60歳、65歳、70歳、75歳の男性が対象です。肝炎ウイルス検診は40歳以上の人で、過去に津市が実施する肝炎ウイルス検診を受診していない人が対象になります。そのうち40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳に該当する人は無料で受診できます。
受診券に無料対象と印字されていますので、受診券を確認してください。これらの検診を受けるには申し込みが必要です。詳しくは広報図6月16日号と同時配布の平成26年度津市がん検診と健康審査のご案内をご覧ください。わかりました。個別検診か集団検診のどちらかを選んで自分の都合に合わせて検診を受けるんですね。市の検診を受けるためには受診券が必要だということですが、受診券はどのような人に送付されるんですか？はい、受診券は過去3年以内に津市の検診を受けた人やがん検診無料クーポン券の対象の人などへ6月下旬に発送しました。その他の人で受診券の発行を希望される場合は最寄りの保健センターへお申し込みください。ただし発行には時間がかかりますので余裕を持ってお申し込みください。わかりました。それではがん検診無料クーポン券の対象となる人について教えてください。はい、子宮頸がん検診の無料クーポン券対象者はこちらに該当する女性です。乳がん検診の無料クーポン券対象者はこちらに該当する女性です。大腸がん検診無料クーポン券対象者はこちらに該当する人です。がん検診無料クーポン券の対象の人には受診券と合わせて無料クーポン券を送付しました。受診の時には必ず一緒にお持ちください。受診券や無料クーポン券が届いたら早めに受診していただきたいですね。そうですね。詳しくは広報図健康づくりだよりや6月16日号同時配布の平成26年度津市がん検診と健康審査のご案内でご確認いただき、年に一度はがん検診を受けてください。また検診を受けるときには健康手帳をお持ちください。健康手帳には健康審査やがん検診の記録をすることができます。その他にも様々な健康づくりのポイントが掲載されています。お持ちでない人は各保健センターで発行しますので、ぜひご活用ください。現在日本人の2人に1人ががんにかかると言われています。しかしがん検診によってがんを早期に発見し治療を受けることで大切な命を守ることができるのです。検診は毎年秋以降は混み合い、冬季はインフルエンザなどの感染症が流行するため予約が取れない場合があります。7月から9月の早めの受診をお勧めします。市民の皆さんも早めに申し込んで検診を受けてくださいね。今回の内容について詳しくは最寄りの保健センターまでお問い合わせください。